バンダレー・シューバは、ブラジルの男性総合格闘家、パラナ州クリチバ出身、アメリカ合衆国ネバダ州ラスベガス在住、バンジーファイトチーム、キングス MMA 所属、元プライドミドル級王者、プライドグランプリ2003優勝、2006年のシューバ1999年から、プライドに参戦、プライド中期の象徴的選手であった、 桜葉和紙を破り一躍スターダムにのし上がると、プライド17におけるミドル級王者決定戦で、再び、桜葉を破り初代プライドミドル級王者となった。その後プライドグランプリ2003のトーナメントを勝ち抜き、グランプリでもミドル級王者となり、プライド3戦、以来17戦無敗、タイトルマッチでも3回連続防衛に成功した、ことから、プライドミドル級絶対王者と呼ばれていた。 その後ヘビー級のマークハント戦での敗戦によって連勝が途絶えるとプライドグランプリー2 0 0後の準決勝でヒカルド・アローナに敗北しミドル級での無敗記録も途絶えたその後防衛戦でアローナを下しリベンジを果たすも2007年の防衛戦でダンヘンダーソンに敗北5年以上保持していたミドル級王者から陥落したプライド消滅後は再び裕福を 主戦場にして、ユフックに在籍した6年間で970万ドルの報酬を稼いだ。1976年、ブラジルのパラナ州クリチバに生まれる、13歳の時シュートボックスアカデミーに入門し、ムエタイを学ぶ。1996年11月1日、ブラジルでプロ総合格闘技デビュー。欠場者の代理出場で、対戦相手ジウソン・フィリとは 20kg の差があった。 ものの、逆転の小勝利を収めた。翌1997年9月には、インターナショナルベール・トゥードチャンピオンシップの8人制トーナメントに、出場。決勝のアルトゥール・マリアーノ戦では、打撃で試合を優位に進めていたが、自らの頭突きで目尻をカットし、ドクターストップで TKO 負けとなり、準優勝に終わった。1998年10月16日、ブラジルで開催された、 ユーフックブラジルでユーフック初出場、ビクトーベルホートと対戦し、スタンドパンチレンダで開始44秒で TKO 負けを喫した。1999年4月27日、アイボックライトヘビー級王座決定戦でユージーン・ジャクソンと対戦し、ギブアップ勝ちを収め王座獲得に成功した。百九十九年五月七日、ユーフック二十でトニー・ペテーラと対戦し、 膝蹴りで小勝ちを収め、湯吹ク初勝利を挙げた。1999年9月12日、プライド7で、日本の総合格闘技大会プライドに初出場を、果たし、カール・マレンコ相手に立ち技、寝技で共に優位に立って判定勝ちで、白星デビューを飾る。11月21日のプライド8では、松井大二郎と対戦。松井のタックルを切り続け、 スタンドの膝蹴りで松井の出血を誘い判定勝ちを収めた。2000年1月30日、プライドグランプリー2000の開幕戦にリザーバーとして出場、ボブシュライバーにスリーパーホールドで一本勝ち。4月には日本で行われた、ユフック25のユフック世界ミドル級王座、決定戦で木とオーティズと対戦し、判定負けで王座獲得に失敗した。 その後シューバーは8月12日に自身が所属するシュートボックス主催のメッカ VT でトットメディーナをすると2週間後には日本でプライド10に出場しガイメッツァーに勝利10月31日に行われたプライド11でのリングス無差別級王者ギルバート・アイブルとの一戦は開始直後にアイブルへのローキックが急所に命中したためノーコンテストとなった 12月23日のプライド12では、リングスコックトーナメント優勝のダン・ヘンダーソンと対戦、ヘンダーソンの攻撃で左目をカットし視野を塞がれるものの1ラウンド終盤から構成に転じ2ラウンドにマウントポジションを奪うなど試合を優位に進め判定勝ちを収めた。試合後のインタビューではミドル級のトップコンテンダー桜場和紙との対戦をアピールした。 2001年3月25日、プライド13で、ミドル級頂上対決と評された、桜場和紙との一戦が実現。この大会から4点ポジションからの膝蹴りが可能となり、この新ルールはシウバに有利と言われていたが、試合では、テイクダウンを狙った桜場に、この攻撃でダメージを与え最後は、サッカーボールキックで TKO 勝ちを収めた。この一戦で、 戦慄の膝小僧の異名をとどろかせ、一気にスターダムにのし上がった。その後5月27日のプライド14で大山俊吾に勝利したシウバは11月3日のプライド17で桜場との再戦が決定。またこの一戦が初代プライドミドル級王座決定戦となることが発表された。迎えたタイトルマッチでは1ラウンド途中。 桜葉にフロントチョークに捉えられた体勢から桜葉をボディスラムでマットに叩きつけ左肩を脱臼させ1ラウンド終了後ドクターストップによる TKO 勝利となり以後5年以上にわたってタイトルを保持することになるプライドミドル級王座獲得に成功した年末12月23日のプライド18にも出場しアレクサンダー・オツカと対戦膝蹴りで尾骨骨折に追い込み ドクターストップによる勝利を手にした。2002年の初戦は2月24日のプライド19でのミドル級タイトルマッチで田村清氏と対戦、パウンドでダメージを与え最後は右ストレートでこ、初防衛に成功した。4月28日、プライド20でプライド VSK1 頂上決戦と評されたミルコクロコップとの特別ルールでの対戦は時間切れで引き分けた。 8月28日にはダイナマイトへの出場が決定。一度はジェレルベネチアンとの対戦が決定したものの、大会プロデューサー石井和義の呼びかけに応じた、極真空手王者の岩崎達也に変更となった。試合では岩崎に比べ 12kg の体重差があったものの、左ハイキックでダウンを奪いパウンドで TK を勝ち。11月24日には、プライドの東京ドーム大会で、 金原博光を相手にミドル級タイトルマッチを行い、シューバーの踏みつけで金原陣営がタオルを投げ入れ、2度目の防衛に成功した。2003年ミドル級トーナメントプライドグランプリ2003に出場。8月10日に行われた1回戦では桜場と3度目の対戦となったが、桜場のローキックにカウンターのミニストレートを合わせて失神させ、帰り討ちにした。 10月には準決勝の組み合わせ抽選会で、吉田秀彦の指名を受け対戦が決定。迎えた11月9日の準決勝では吉田を判定で破り決勝進出を果たすと、決勝では、クイントン、ランページ、ジャクソン相手に首相撲からの15発の膝蹴りで、コ・ミドル級グランプリ優勝を果たした。2004年2月15日、プライドの新シリーズである、 プライド武士道の第2回大会に出場、日本 VS シュートボクセ3対3対抗戦の対象戦として、ミノワイクヒサと対戦し、開始1分過ぎ、テイクダウンに失敗して引き込んだ、ミノリンにパウンドを浴びせこ勝利を収めた。4月には、プライド武士道、その3でのパンクラスライトヘビー級王者、近藤優己との対戦が決定するも、右膝陣体損傷により欠場となり、 試合は8月に延期された。8月15日のプライドグランプリ2004決勝戦で行われた、このノンタイトル戦は日本人最後の砦と称された近藤をパンチでダウンさせ、踏みつけによりレフェリーストップとなった。試合後にはリングに登場したクイントン・ジャクソンの挑戦表明を受け、やる。と応じるパフォーマンスを見せた。10月31日のプライド28で実現した。 ジャクソンとの再戦は、首相撲からの膝蹴りで失神庫に追い込み、プライド氏に残る激闘を展開し、ミドル級、王座3度目の防衛に成功した。大晦日のプライド男祭り2004では、桜場と4度目の対戦が決定していたが、桜場の怪我で直前に、対戦相手がヘビー級のマークハントに変更となった。試合は2ラウンドにダウンを奪われるもマウントポジションを、 取るなどポジショニングで優位に立ち番回するが、判定は1から2でプライド初黒星を起死した。2005年は、連覇をかけ16人で行われたミドル級グランプリに参戦。4月23日の1回戦では、吉田秀彦との再戦となり、2から1の判定で勝利する。6月26日の2回戦では、半袖の柔道着をまとった中村和弘との対戦となり、開始5分過ぎ。 中村が服を脱いだ瞬間にパンチでダウンを奪い、マウントパンチによる追撃で、レフェリーストップ、ベスト4に進出した。しかし8月28日の準決勝では、ヒカルド・アローナに、グラウンドで抑え込まれる展開が続き、判定で破れ GP 連覇を逃す。シウバが、同階級の選手に負けたのは、キトオーティーズ戦、以来5年振りのことであった。大には、 プライド男祭り2005であろうなとミドル級、タイトルマッチで再戦。僅差の判定で下し4度目の防衛に成功すると、共にリベンジを果たした。2006年、シウバは負傷欠場したエメリアエンコヒョードルに代わって、プライド無差別級グランプリの2回戦に出場し、藤田和幸と対戦した。右ストレートでダウンを奪い、サッカーボールキックを放つと、セコンドがタオルを投入。 tk o 勝利となり、準決勝進出を果たした。9月10日のプライド無差別級グランプリ2006決勝戦で行われたトーナメント、準決勝ではプライド20以来の再戦となるミルコクロコップと対戦。序盤から素早い打撃戦を展開し、会場を沸かせたが、1ラウンド5分過ぎに左ハイキックを受けプライド初の小負けを喫した。 2007年2月25日、プライド33で7年振りの再戦となるダンヘンダーソンとミドル級タイトルマッチを行ったが、最終ラウンドに左フックでダウンし、パウンドで TK を負け、5年余りにわたって保持していたミドル級王座から、陥落した、ユフックファンエキスポでのシウバ、2007年のプライドの活動休止とともに、ユフクと再び契約し、それに前後して、 シュートボックスアカデミーから脱退。アメリカに移住し、ランディクー・トゥアのジムである、エクストリーム・クー・トゥアでトレーナーに就任した。2007年12月29日、ユフック25以来7年半振りのユフック復帰戦となるユフック79では、チャック・リベルと対戦し、0から3の判定負けをキスするもファイト・オブ・ザ・ナイトを受賞した。2008年5月24日、 ユフック84で、キース・ジャーディンと対戦。試合開始直後に、右フックでダウンを奪いパウンドによる追撃でわずか36秒で、秒殺子勝ち、ノックアウト・オブ・ザ・ナイトを受賞した。12月27日のユフック92ではプライドでに、連勝したクイントン、ランページ・ジャクソンと3度目の対戦を行い、カウンターの左フックで失神小負けを喫した。2009年3月、 ネバダ州ラスベガスに自身のジム、バンジーファイトチームを設立。2009年6月13日、ユフック99デリッチ、フランクリンと契約体重195ポンドで対戦し、判定負けをキスするもファイトオブザナイトを受賞した。10月にはミドル級で秋山義弘との対戦が発表されたものの、その後、マイケル・ウィスピンに変更となった。 試合は2010年2月20日のユフック110で行われ、シウバが判定で勝利した。2010年7月3日のユフック116で、秋山義弘と改めて対戦予定であったが、自身の怪我により欠場することが試合1週間前に発表された。この後シウバは膝の手術を受け、約1年半のブランクを作った。二千十一年七月二日のユフック三十二で、 クリスリーベンと対戦するも試合開始早々にアッパー連打ダでダウンしたところにパウンドを浴びせられこまけ2011年11月19日ユフック139でカンディーと対戦しパウンドで TKO 勝ちファイトオブザナイトを受賞した2012年ビクトオベフホートと共にザ・アルティメットファイターブラジルでコーチを務めた2012年6月23日 ユフック147でリッチ、フランクリンと対戦し、0から3の判定負け。破れはしたものの、ファイトオブザナイトを受賞した。当初は、ビクトーとタフのコーチ対決を行う予定であったが、ビクトーの怪我で変更になった。2013年3月3日、6年半ぶりの日本での試合となった、ユフックオンフュー LTB8 で、ブライアンスタンと対戦。 1R 序盤からお互いにダウンを奪い合う壮絶な激戦となり、2R に左フックでスタンからダウンを奪いパウンドで小勝ち、ファイト・オブ・ザ・ナイトを受賞した。2014年7月5日のユフック175で長年にわたって挑発し合ってきたチェールソネンと対戦することが決定するも、シューバが薬物検査を拒否したために欠場したことが発表される。これに対しシューバは、 薬物検査官が持参した文書が英語であまり詳細がわからず、加えて試合を控えたヘナンバラオンのサポートで忙しく、その場にあまりいられなかった。これまでのキャリアで一度も薬物検査を失格したことも拒否したこともないと主張した。しかし6月17日、シューバはネバダ州アスレチックコミッションの校長会において骨折した手首の保水性を 最小限に抑えることを名目に、禁止薬物である利尿剤を服用していたことを明かした。2014年9月19日、総合格闘家として引退することを表明。最後に、ユフ o を批判するようなコメントを残した。2015年7月24日、ユフ o が800長試合を行っている証拠があると発言するが、7月29日に、ズッファから名誉毀損で訴えられ、 2016年1月14日に、シューバは、そのような証拠はなく、私が間違っていた発言を撤回したいと謝罪を表明した。同日、ユフックから正式に契約解除されたことを、シューバの弁護士が公表した。2016年2月17日、ネバダ州アスレチックコミッションが、薬物検査を拒否したシューバに、永久追放と罰金7万ドルの処分を下し、 シウバはそれに対し異議申し立てをしていた件で、コミッションが再審議をした結果、3年間の出場停止と罰金なしに処分を軽減することが確定した。ネバダ州地方裁判所裁判も2015年5月にネバダ州アスレチックコミッションがシウバに下した処分は権限を超えたものであるとシウバ勝訴の判決を下していた。2016年4月17日、 日本の総合格闘技、イベント、理人の理人、一にて、田村清志氏とタッグを組み、ところ桜馬和氏とグラップリングルールのダブルバウトで、対戦し、時間切れ引き分けに終わった、12月29日に開催される理人、ファイティングワールドグランドプリー2016、無差別級トーナメントに、シードワークで2回戦より出場し、ミルコクロコップと対戦予定だったが、5月に起きた、 交通事故による怪我の回復が思わしくないとの理由で欠場することが発表された。2016年3月2日、アメリカの総合格闘技団体、ベラトアと複数年、複数試合契約を締結した。2017年6月24日、ベラトア180で JL ソネンと対戦し、0から3の判定負け。2018年9月30日、ベラトア206で、 クイントン、ランページ・ジャクソンと通算4度目の対戦をし、右フックからのパウンドで2キコ負け、ありがとうございます。